どうも、岡田千恵里担当プロデュースのテクタンと申します。はい、今回ね、ちょっと久しぶりにね、ガシャを弾いていこうかなと思います。はい、2月の末のね、2月、3月月初の限定ガシャでジュエルをね、すべて使い尽くして、まあ、そこからね、これだけ、まあ、集めたわけなんですけれども、まあ、今回は全部使うわけではなく、ある程度でちょっと挑んでいこうかなと思います。はい、狙いは、小杖ちゃんです。小杖ちゃん、この七夕の小杖ちゃんの衣装がめちゃくちゃ可愛くて、めちゃくちゃ好きなんで、めちゃくちゃ欲しいなっていうのもあったのと、まあ、久しくガシャ引いてないっていうのもあったんでね、ちょっと引いてみようかなと思います。およそ4万ジュエル、160連分と、こちらにチケット、まあ、12枚あるんで、まあ、大体170連分ぐらい今できるね、要素はあって、それぐらい引いたらもしかしたらね、出るかもしれないし、プラチナメダルが溜まってっていうのもあるかもしれないんですけど、まあ、そこはちょっと様子見で様子見で、そう、ここの、リンもね、欲しいって思ってるし、ここのナナちゃんも欲しいなって思ってるんですけれども、まあ、ちょっとね、そろそろナオがちょっと危ないかなとかって思ってるんで、とりあえず50連ぐらい、50連も結構引いてる気がするんですけど、それで行ってみようかなと思います。 SS レア、限定 SS レアが出たらちょっとやめてみるっていうのもありかもしれないですね。ちょっと運がもう回ってこなさそうな気もするんで、ということで、まあ、ちょっとちょろっと勝負してみたいと思います。ということで、まあ、久々に行くんで、久々にちょっと SS レア見せてくださいということで、もう初めからね、ちょっと貪欲に行きたいと思います。お願いシンデレラ、お願いします。あー、まだでした。お願いシンデレラ、はい、最初からお願いしたいところですが、まあ、とりあえずね、とりあえずまずはじゃあロードなしロードなしということで、まずね、まずとりあえずロードが入らないといけないんで、あ、ここでさ、なんか一等とか出てきてくれてもすごい嬉しいんですけれども、まあ出ないよね。とりあえず、プライズコイン、プライズコインですね、プライズコインが16枚です。はい、これ300枚で SS レア交換やったかな。だいたい200連したら手に入れられるっていう印象なんですけれども、これじゃあジュエルを使っていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、お願い、ロードない、ない、せめてロード、せめてロードが出るまで、あ、 SS レアあるじゃないですか、あるじゃないですか。データダウンロードは多分してないと思うんで、まあ所持してるアイドルちゃんかなと思います。あれ、データダウンロードしてるっぽい。日本の夏といえば花火、祭り、スイカ、あとはアイドルもね。はい、ということで限定引けたんで、とりあえず大勝利ですね。ナターリア、どうやらデータダウンロードしてたみたいです、私ここの時ねということで、無事ナターリア SS レアゲットしました。ここで身を引くの私ちょっともうちょっと引きたいな。でも限定嬉しいね、このナターリアのね、衣装もいいんですよね。ということで、オルタネイトですね。13秒高確率のオルタネイトでございます。ちょっとうちの、あの、パーティーというか、その、ユニット入るかっていうのはちょっと覚えてないんで、把握できてないんで、ちょっと、またね、じっくり見てみたいと思います。さあ、プライズコインも見ていきましょう。止まってくれー。止まってくれー。お、1等 !2 等もっと、でも5等多かったからよしかな。44枚です。さあ、まずナターリアが来てくれましたが、その運があるんだったらね、小杖ちゃんが来てくれてもね、まあちょっといいんじゃないかなっていう気もするんで、ちょっと次30連目やね、30連目もちょっと行ってみたいと思います。ロードは
このロードは、最近のエスレアかもしれへんし、最近のエスレアかもしれないですね。謎ロードかもしれないです。新規のエスレアですね。最近結構ガシャ引けてないんで、エスレアも持ってないアイドルちゃん多いんで。ということで、さくらちゃんが来てくれました。さあ、ここ、お、これ1等じゃない？知らんけど。はい、2等です。適当なこと言うたなぁ。1等じゃないとか適当なこと言うたなぁ。ということで、51増えて、111になりました。結構溜まってる気がするんけどな。あれ ?600 やったっけ？ここ600溜まらな無理か。300はちょっと低すぎるか。600か、さすがに。ということで、じゃあ、40連目行きましょう。50連までは引いてもいいかなという心に言い聞かせてお願い。今のちょっと、感じ、どう？どうじゃないよ、どうじゃないよ。新規なし。ここで1等が5枚ぐらい出てきてくれたら、これでよし。むちゃくちゃ言うけど、あー、3等かー、3か。143。いや、これ明日までなんですよね、ガシャ。明日まで。お願い、これで50連、とりあえず今日はこれでラストにしたいんですけれども、あー、封筒は嫌だこんなことならナターリアを引いた時に身を引けばよかったか？新規なしやもんな。このプライズガシャで。あ、これちょっと寂しい結果。寂しい結果になりました。ということで、ちょっと、プライズコインちょっと見に行こうかな。ショッププライズコイン。スタージュエルの購入や。まあ、600ですよね。600ですよね。600もちょっと貯めれる気がね、しないんで。スタージュエルの。ということで、いや、どうしよう、もっと引きたい。もっと引きたいはちょっと、まずいな。まずいなと思うんですけれども、まあ、どちらにせよね、ナターリアを引くことができたんで、まあ、大勝利、ということにいたしましょう。ちょっとさ、皆さんは、ナオがいつ頃来ると思いますか？貯めてた方がいいと思いますか？よかったらコメントで教えてください。はい、ということで今回はこの辺りで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でしたー。